皆さんこんにちは。今回はですね、藤沢里菜五段と韓国のムンミンジョン五段の野狐対局の模様をご紹介したいと思います。韓国のムン五段なんですけれども、この前も説明しましたけれども、グロービス杯を優勝している、今韓国で最も期待されているそういう、新鋭ですね。では初手から見ていきたいと思います。藤沢五段の黒番です。タスキの布石ですね。かかりまして、で手を抜いてかかりました。でかけて張って伸びて一間飛んで、そしてコスんで守りました。そしてかかりまして、挟みましたね。でこれに対して両掛かりしてつけました。で、ここにね、跳ねたんですけれども、これ昔なんかこういう定石、よく、そう見ましたけれども、これね、現在はですね、これ、これが定石なんですけれども、現在、AI はですね、この手を打つなって言ってますね。現在はですね、そうですね、こういうふうに単にね、単にこうやって開いておけと、これを放っておいて、そういうふうに言ってますね。あるいはこういうふうに閉まるとか、こっちの方が勝率が高いっていうことですね。はい。AI 時代になってね、定石もかなり変わりましたね。さあ、この定石なんですけれども、ここで跳ねて切るのは定石なんですけれどもね。で、ここでつけて、で、押さえて、で、当たり打って、こう伸びて、で、ここでね、こっちに当たりを打つのがね、これまた AI のね、AI によって示されている定石です。昔はここではね、こう行きましたよね。で、こう行って、こう行って、こう行って、で、継いで、で、こう行って、で、当たり打って、こう行って、継いで、一間飛んで、で、こういう感じですか。伸びて、こういっ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 て。こんなのが定石なんですけれども、これはちょっと黒が厚いみたいですね。この定石は。黒がだいぶ厚いので、白の評価値がかなり下がりますね、これは。ですから、今はこういうふうに打つのがね、こっちから当たり打つのがなんか定石みたいです。で、継いで、継いで、切って、で、当たり打って、伸びて、当たり打って、伸びて、当たり打って伸びて、でここにね迫りましたね。いいとこですね、これね。はい。で、2間で逃げまして、桂馬に受けまして、手を抜いてかかりました。でここで押し上げていきましたね。で肩ついて、そこで手を抜いてね、こっちにちょっと桂馬に打ちましたね。これはちょっと攻めに行きましたね。取りに行きましたね。攻めに行ったっていうか。はい。で、つけて、跳ねて、継いで、伸びて。で、ここで桂馬に滑りまして、これ中で生きないといけないんですけれども、ダッシュするか、どちらかなんですけれども。で、押さえて、これ切ったんですけれども、切った手がどうやら悪手だったみたいですね。ここではね、切るんではなくて、こう、つけるのが本手だったみたいです。で、ここで、継ぐぐらいなんですけれども。で、こう、下がる。で、下がったら、ちょっと、ここでね、こんな感じで打つべきだったみたいです。で、こういったら、こういって、こういったらこういってね。こんな感じで打つべきだと言ってましたけれども、難しいところですね。とにかく悪手だったみたいですね。この、切った手が。で当たり打ちまして、ここでまくるんですけれども、結局これポン抜きを与えてしまいましたので、白に非常にここ厚くなりましたね。そしてこう継いだんですけれども、またここ当たりを打たれたのがまたこれがまた痛いですね。はい。出てね、一応切るんですけれども、継いでおいて、ここ当たり打ってますので、何もこっちから当たり打つ必要はないですね。で、これを2子を与える必要はないですからね。はい。この2子は生きてますから。で、これ、
目がないから飛んで逃げたんですけれども、まあ現在の形勢はですね、もうすでに白がもう 87% ですね。ここでかなり悪手打ったみたいです。でまあ6目有利なんですけれども、でまあここで1軒取ってね、まあ大きいとこですね。で両掛かりしまして、つけて、まあつけて抑えましたね。まあ普通は伸びるんですけれども、まあこれはあれですね、イチャン補定石っていうやつだよね、昔ね。イチャン補定石ですね、これね。あ、イチャン補定石じゃないか。イチャン補定石だったら、ここ、いないからですね。ないからね。まあ押さえるとですね、まあ当たり打って、ついで。で、一軒飛んでね、まあ行きましたね。で、まあこれ迫りまして、まあこれは非常にいいところですね。迫った手はね。この石を、攻めつつ、この逃げ出しを図ってますね、この石の。で、押しまして、で一軒飛んで、でまあ一軒飛んで、でまあこうつけたんですけれども、コスミつけたんですけれども、で覗いて、でまあここで膨らんだんですけれども、この手が大悪手でしたね。でまあ黒はここ伸びてね、まあこれを生かしまして、これで生還しましたので、この石が浮いてしまいましたね、白の。白はこの膨らむんではなくて、まあこれ取らないといけなかったですね。でまあさらにこう跳ねたら、こういうふうに一目取っておくというふうに打たないといけなかったんですけれども、まあこうなりまして、この石がちょっと浮いてしまいましたね、逆に。でまあ逃げるんですけれどもね。で現在の形勢は互角になりました。で、ここ守りまして、出て、当たり打って、まあ一応この石は取りには行ったんですけれども、こうでね、こうですね。で、抜きまして、抜いて、まあこれは先手ですね。で、ついで、で、抜いて、まあこれがまたこう立てですね。ついで、で抜いて、で次コウ立てがないですね、白、うん、逃げるコウ立てぐらいしかないですね、この石をね。でまあここを打って、まあ逃げる、これはまあ逃げるコウ立てなんですけれども、これ当然これつきますね。で現在の形勢はですね、黒が今は 62% で2目有利ですね。逆に黒が有利になりました。でまあ曲がって、伸び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 て、そこで一軒取りましたね。で、跳ねて、押さえて、一軒飛んで、ついで、伸びて、で、ここで一目を取りましたね。一目を噛み取って、これで生きていますね。ここと、ここの、が見合いで、今は一応生きていますね。ちなみにこういくのは先手なんですけれども、これがまた先手になりますので、結局は生きてますね、はい。で防止しました。でまあコスみまして、一応まあこの石のまあ生きを図る、まあ生きてはいないんですけれどもね、生きを図ると同時に、まあこっちの石にねちょっと寄り付いていきましたね。コスみました。それでただ生きてはいないですね、この置かれたら。まだはっきりとはね。で、こう伸びまして、そこで手を抜きましたね。まあ、まあ、切りはあるんですけれども、まあ、一応これは切りはありますね。切りはあるんですけれども、まあ、切りはあるんですけれども、まあ、渡ろうということですね、こうやってね。そういうことだと思います。で、まあ、ここに行ったんですけれども、白もね、これ、切るべきだったと思いますね。切ってたら、ここ、一応、つながりますので、これを。取ることができますので、まあ、相手これつながるしかないですから、切るべきだったと思うんですけれども、ここに打った手はどうだったんでしょうね。でまあ切らないっていうことであれば、ということでまたね2軒開きましたね、はい。でここでこっちにコスみまして、で守りましたね。これはここを守らないとですね、なんかこうやって打ったりしますと、これでね、こういって、こういっ
で先手でこういうふうにね切られて連絡を断たれてしまうんですよね。まあそれでもね生きないってことはね死ぬってことはないんですけれども、この石もこの石もね生きないといけなくなりますので、なのでまあここに打ちましたね。でここで切りましたね。まあいいとこですね、これ切った手はね。でまあこれは相手にこういうふうに当たりをずっと打たせてこっちに石を持っていこうと、まあそういう手だと思いますね。まあ実際そうなるんですけれども、でまあここで一気に取りましたね。まあちょっと危ないということで一気に取りました。あ、現在の形勢はですね相変わらず黒が 63% で、まあ2目ぐらい有利ですね。でここをまあ竹譜に打ちまして、まあこれはねこう打ちまして、これ先手ですからこう守りまして、でこう押しましたね。まあこれはそうですね、こういうふうに今行くのはちょっと無理ですね。これこう切られちゃってね、これ無理です。こういくのはこれでもう全然ダメですし、まああとこういくのもねこうやってこすまれてこの石が取られてしまいますね、結果最終的に。なのでまあこれに対して守りましたね、ここはね。でまあここで跳ねたんですけれども、まあ単に生きればいいんじゃないかと思ったんですけれども、まあこうちょっと跳ねた意味はですね、まあ今さここではちょっとわからなかったんですけれども、押さえた時にねここに行くことによって一応この何ですか、連絡してたじゃないですか、これが先手になるっていうことですね。そのためにどうも跳ねたみたいです。これここでこういうふうに行くことはできないですね、これはこう切られてしまいますので、こうやってこれが取られてしまいますので、まあそういう意味だったみたいですね、この跳ねはね。でまあここ、まあ、守り、ま、ここ、まあ、コスみまして、でまあこっちで守りましたね。でさらに二段バネしましたけれども、まあこの手はどうなんでしょうかね。まあ得なのか損なのかわからないところです、実際のところ。まあ当たり打ちまして、それでまあ行きましたね、これね。で覗いて、で出ましたね。ちなみにこれ人工知能の推奨紙ですね、ここね、はい。で跳ねて跳ねて伸びて、もう急所の位置に覗きまして、つい受けて駆けついで、まあ、ここで伸びたんですけれども、でここでこう打ちまして、でこっちを押さえましたね。一応これ切れるんですけれども、ちなみに今すぐはちょっと切れないですね、こっちが弱いですから。今すぐはちょっと切れないんですけれども、でまあこっちを押さえまして、まあ渡りを防いだんですよね、この石のね。それでまあこっち伸びまして、で覗いてついで当たり打ってついで、まあそうですね、この石とこの石の攻め合いなんですけれども、まあ両方生きてないもんですから、でまあここで覗いてたんですけど、この覗いた手はあんまりいい手じゃないですね。というのはここでまあ受けて、さらにこれもこれ受けることによって、ここでですね今はもうこれ切れますね。今はさっきは切れなかったんですけれども、今はもう切れますね。こう出切りが成立しますね。でまあこれコスみまして、まあ生きようとしてるんですけれども、押さえて、まあ、駆けついで、でまあここでまあ覗きましたね。まあ一応切れてはいるんですけれども、でまあこっちを受けましたけれども、まあこれはどっちにしても切れてますので、こう受けてもまあ切れてはいますね。はい。まあ、こういうふうに受ける手もあるんですけれども、こういうふうに受ける手もあるんですけど、どっちにしてもこれは切れてはいますね。まあこう打ってもこういってね、まあこういって、まあこういったとき、これとこれが見合いになってますので、どっちにしても切れてはいますね。まあこう打ちまして、で、これでまあ一応切りましたね、これでね。で、まあここで、この三子は要石ですから、まあ取られてはいけないということで、まあこう打ったんですけれども、で、まあここで曲がりまして、まあ下がりまして、で、一目取り、一子取りまして、這いまして、ここで急所に置きましたけれども、
まあ、いずれにしてもこの石はもう死にましたね。この石はどうも二眼はできないですね。今ここに置いたんですけれども、まあこれが渡りで先手ですね。で、渡りを防いだんですけれども、跳ねついで、でまあこう継ぎまして、まあこれ当て込んだんですけれども、継いで抜いたんですけれども、これはもうこの石とこの石が切ったら連絡ですから、で当たり、これ切りまして、これで全部取られました。まあ、形勢は今98%で54目有利ですね。これ全部取りましたので、まあ、この時点でまあ終わりだったんですけれども、切られた時点でね、まあ、覗きまして、でこっち継ぎましたね。まあ、こっち継ぐ手もあるんですけれども、まあ、こっち継ぎました。で、まあ、これ攻め合いっていうことなんですけれども、まあ、攻め合いはちょっと無理でしょうね。で、まあ、こう継ぎまして、まあ、覗いて、継いで、で、こう出まして、これはもうちょっと無理ですね。はい。これ、こうい、まあ、当たり打たれたら嫌だっていうことで、こういったらこれで連絡ですね、これはね。ちなみに、これは、こういくのは、こう継いで、これ切れないですね。逆に、こういかれて。ですから、これ連絡ですね。はい。で、まあ、ここで、まあ、ここに打ったんですけれども、まあ、当たり打って、継いで、跳ねたんですけれども、まあ、ここでね、まあ、投了っていうか、まあ、こう時間切れしましたね、ここでね。はい。時間切れしました。はい。まあ、今はここ取られてますので、まあ、これは投了です。投了と見ていいです。はい。で、まあ、この棋士ね、まあ、一応、韓国で最も期待されている、まあ、棋士なんですけれども、若手の中で。この前ね、上野四段にも乱戦で負けてたし、今回も乱戦で負けてるんですよね。で、乱戦で負けてるということは、これ乱戦に弱いっていうことは、これ読みが弱いっていうことですから、この棋士本当に強いのかどうか、ちょっと疑問ですね。以上です。